名水の町として知られる福井県大野市は、その水をテーマにしたプロジェクトを展開しています。今度はユニセフと組んで、水不足に悩む地域の水源を確保する活動を展開していくということです。これから記者会見が行われます。有水あるいは湧き水に恵まれた地でございます。この440年前にも、この有水、湧き水を使って浄水道を金森長地加工が整備され、 また一方、上水道と上水道の間には、せわり水路という下水道を備えていた、北町でございます。そういったことを考えますと、おそらくこの日本の国で、一番早く上下水道を有する都市として、えー、まずは出来上がったのではないかな、そのように感じているところでございます。私どももは水への恩返しプロジェクトとも呼んでおりますが 今回このキャリングウォータープロジェクトというものを始めさせていただくこととなりましたこのプロジェクトの意義につきましては今ほど申し上げましたようにこのプロジェクトを通してですね大野市民子どもたちからお年寄りまでがなんて素晴らしいところに我々は生まれ育ったんだろうという自信と誇りを持っていただくというのが一つでございますまた一方もう一つには今地球上の 人口が約70億80億と言われておりますがその1割の人たちがですね7億8億の方が水に困っておられるこれを何とか応援できないかそんな思いがございます大野市は今ブランドキャッチコピーとして「結の国越前大野」というブランドキャッチコピーのもと地域づくり町づくり人づくりを進めておりますが このというのは結ぶといいう一文字でございますこれは我々日本人が古来から受け継いでまいりましたお互いに助け合うあるいは支え合う思いやるという本当に伝統的な心であり文化でありますこの「位をですね世界に向けて唯の実践活動として執り行えないかそんなことを考えたところでございます。そういった中 私どもユニセフさんの方から非常にご協力ご理解もいただいてこの度ユニセフさんと一緒に東ティモール国へ支援をしていこうということに決めさせていただきましたユニセフは世界中の貧しい国の子どもたち命と幸せと守るために活動しているわけでございますがその中の 一つの立派なプロジェクトになるんじゃないかと世界中の人たちに日本では一つの市がこういう素敵なことを考えたんだよっていうことをお知らせできればいいなと思っております。で、水がとても大事だということは私たちはもう本当にいい水に恵まれておりまして。 あんまりあのピンと来ない人もあるかと思います。水が一日でもそのいい水が私たちの手元になくなったらどんなに大変かということを考えれば水のありがたさというのは十分わかると思います。水がどんなに大事かということでそれがない国の人たちはとてもやっぱり気の毒だ。なんとか日本はえ今の。 ようななな豊かな国になったんだからそういう子どもたちのために何かできることは是非いろいろ考えてやってあげたいその中の一つとしての大野氏のアイデア伝えるそういうようなことを私たちは一生懸命やりたいというふうに思ってるわけでございます大野氏様にご支援いただくプロジェクトですがあの国はあの東チモールという国になります。 改善された水例えば水水道から出てくる水と,かです、ね、水の水とか、そういうきれいな水を利用する人の割合としては、アジアの国では一番低い、最下位の国ですよということでございます。2012年のユニセフの統計によりますと、全体でも70%、特に農村部になりますと61%ということで、10人に6人の子どもがです、ね、きれいな水が普段飲めないよと。 よううな状況でであるということいこす特に山岳地帯なんですね、特にこちらは8割が山岳ということで、非常に水を供給することが難しいということで、高低差を利用してです、ね山から、山からのです、ね、湧き水を水道管でふもとまで引くということで、重力式水供給システム。 という名前で呼んでおります。まこれのあの普及を目指してより多くの子どもたちに安全で美味しいきれいな水を提供したいということでございます。まこれによってあの学校だけじゃなくてですね、その近くのコミュニティの皆様にも安全な水やそういうものが提供できるようになる。のでこの中で囲っておりますあのエルメラ県というところとコバマコバリマ県というこの2つの 地域をを選定をいたしましまそしてこの中でも特に農村部で6基の,この重力式水供給システムを設置をするということで予定をしておりますとても若い国家ゆえに東ティモールは極めて多くのまた多様な課題に直面しています。 皆様もご存知の通り、安全な飲用水と衛生施設へのアクセスの問題はとても深刻です。総人口の約75%が農村部に暮らし、そのうちのたったの30%の人たちしか、改善された水源と衛生的なトイレを利用していません。こうした不衛生な衛生習慣は、子どもたちの健康を脅かし、栄養不良を引き起こします。 また、衛生習慣に対する意識や衛生施設に対する国民の意識は比較的低い状況です。東ティモールにおけるユニセフやその他の国際機関による支援事業は極めて重要であり、我が国は2030年までにすべての世帯と学校が安全な水と清潔な衛生施設を利用できるようにするための国家目標、東ティモール戦略的開発目標を掲げています。 その目標を実現するために、ユニセフをはじめとするさまざまな機関と密接に関わり、力を合わせて水と衛生環境を改善し、保健プログラムを進めていきたいと思っています。 小野市とユニセフによる温かいご支援は東ティモールの国民子どもたちの生活の質を向上させるとても意義深いものですこうした未来図こうした価値観をみんなで共有し信じればいつか必ず成し遂げられる日が来ますそれでは岡田市長赤松会長様 調印書ご確認の上、ご署名をお願いいたします <coughs> 福井県大野市公益財団法人日本ユニセフ協会の間でキャリングウォータープロジェクトの調印書が交わされました岡田市長、赤松会長様、どうぞ固い握手をお願いいたします この大野市の水をただ届けるのではなく、東ティモールに安心で清潔な水環境を提供するという今回のプロジェクト。資金はキャリングウォータープロジェクトの中で行われる募金などで賄われていくということです。このような取り組みが新たな地域創生の形になるのではと期待されています。